ふんばき家族皆様こんにちは。ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて、成分を見て選びましょう。ふんばき家族皆様こんばんは。ふんばき美白ライン商品が完成しましたので、9.メガ割に美白商品を揃えてぜひライン使いしてみてください。では塗る順番を伝えます。まずボナジュルとふんばきコラボ商品アクアポーリンシカブースターを塗ります。このブースターはアクアポーリン成分が配合されて、肌に存在する水分ジュロを広げて、次に塗る化粧品の水分や栄養分を通りやすくし、ふんわりと水分で満ちた肌にしてくれます。次に肌がきちんと鎮静できるようにするシカ成分もしっかり配合されています。樹木酸エキスはエキスで配合していますが、シカの4つの重要な鎮静成分、マデカソシード、マデカシン酸、アシアティコサイド、アシアチン酸は成分前に粉末で配合しています。ですので鎮静効果は他の美容液より高いです。まだデクスパンテノル、アラトインも配合していますので、水分損失の予防や外部環境から刺激を受けて敏感になった肌を鎮静してくれます。それに着酸性です。ではリップシュして顔を全般的に塗ります。洗顔後すぐに塗ってください。塗りますととっても軽いテクスチャーで、塗ってはスッと吸収されて、肌が本当にしっとり滑らかになります。香りはほのかに甘い香りがしますが、ほぼ感じないくらいです。次に塗るのはリアルバリアふんばきコラボ商品ブルーブライトニングトーナーを塗ります。このトーナーはブルー色をしていますが、ニキビ肌の鎮静、乾燥肌、フッ肌、敏感肌の荒れた肌を素早く鎮静させて、肌の調子を整えてくれるダナセチュームアヌム花油を使っているからです。普段はブルタンジと言われている花で、ブルタンジ油は綺麗な青色をします。人工色素は一滴も使用してないです。自然から得た色です。ブルタンジと美白成分アルブチンの相性がとても良くて一緒に配合しました。乾板、シミ、くすみ改善、透明度アップ効果にとても効果的なベタアルブチンは 3% と、減量原価がとても高いアルファアルブチンも 1000ppm を配合しています。アルファアルブチンはシミの原因となるメラニン生成に関わる酵素チロシナジェに直接作用し、メラニン色素の構成を阻害する働きを持っているため、美白にとても効果的な成分です。アルファアルブチン、ベタアルブチンだけではなく、吸収のビタミン類とグルタチオンも配合していますので、これは素晴らしい美白トーナーです。それに3種のキシリトールも配合しています。キシリトールは肌バリア機能を回復させる効果が明らかになっています。肌バリア機能を高めて、それに水分を止めさせる機能がとっても高く、肌保湿力を高めるのにもとっても良いです。ひんやりとした冷感もありますので、肌の温度を下げる効果もあります。肌の温度が高いほど老化が進みますので、いろんな面を考えてこのトーナーを作っています。では使用感です。ジュルジュル流れの良い液体が入って、肌にのせた途端ひんやりと冷感を感じ、塗ってはシュッと吸収されて、肌がしっとり滑らかになります。ベタつき感は全くなく、使用感とても良いです。香りは清涼感のあるハーブの香りです。私はこのトーナーを塗ってを吸収させてを6から7回します。本当に肌がしっとりするまで塗ります。
トーナーの次に貼るのがシートマスクです。韓国の方ほぼが化粧水で肌を整えた後パックを貼ります。パックとトーナーを塗る順番が変わっても良いので、トーナーよりパックを先に貼りたい方はパックを先に貼ってください。私はトーナーで肌を整えた後パックを貼ります。ハルシトマスクはランベルとプンバッキコラボ商品で、このシトマスクは本当に完璧すぎます。まずどれほど良いシトマスクか説明します。最高原料を使いましたので、いろんな認証試験を受けています。その結果は素晴らしく、いろんな面で本当に肌の改善があることを認めてもらいました。行った臨床試験は皮膚弾力改善テスト完了、皮膚保湿改善テスト完了、皮膚ツヤ改善テスト完了、クーリング効果テスト完了、皮膚鎮静テスト完了、敏感肌使用適合テスト完了。本当に敏感肌も使用して良いのかきちんと調べるために、ドイツダマテストまでクリアしたシートマスクです。7つの認証試験で肌の改善をきちんと認めてもらって、刺激がないこともきちんと認めてもらいましたので、このシートマスクは認証試験の通り敏感肌でも使用でき、7種のペプチドで肌弾力アップ、さまざまな保湿成分で皮膚保湿力アップ、ナヤシアミド 2% とアルブチンで美白、樹木酸エキスと歯科の鎮静革新成分4種とヤグラマキク花エキスまで入れると、全6種の鎮静成分で鎮静、キシリトールで肌クリーング効果、アデノシンでシワ改善効果まで得られる7種の機能完璧に持つシートマスクです。こういうふうに貼ってはきちんと貼り付いて、肌に栄養成分をきちんと伝達してくれます。香りは爽やかなゆかりの香りがします。パックの次に塗るのがリアルバリアフンバッキコラボ商品アルブチンブライトニングローズアンプルです。まず USDA 有機の認証を受けたダマスクバラ花水を 84% も配合しています。ダマスクバラ花水は美白、鎮静、毛穴縮小効果、肌弾力アップの効果など良い効果尽くしの花水です。 84% も配合していますので、このアンプルは爽やかなローズの香りがします。次にご愛顧しているのがベタアルブチン 5% です。アルブチンがシミ乾パに良いのは皆さんわかると思いますが、皆さんはアルファアルブチンの効果が高いと思いがちですが、アルファアルブチンはベタアルブチンより刺激度が高く、ご愛顧するとヒリヒリする方も出ます。ですので刺激なく美白効果を得られるベタアルブチンをご愛顧しています。それに皆様が考えるほどアルファアルブチンとベタアルブチンは効果の差はそんなにないです。次にナヤシアミドを 2% 配合させています。美白シワ改善に効果的な成分です。その次にご愛顧させているのがトラネギサム酸で、トラネギサム酸は肌細胞再生にとても効果的な成分で、シミ乾パン改善に最も効果的な成分です。 2% とご配合させています。次にご配合させているのがアルファビサボル 0.5% です。韓国は 0.5% のアルファビサボルを配合させると美白機能性化粧品として認定します。ですので 0.5% はすごいご配合量です。アルファビサボルの効果ですが、メラニン生成を抑制する働きをして美白効果を生み出す成分です。美白成分をまとめますと、アルブチンが 5%、 ナヤシアミドが 2%、 トラネギサム酸が 2%、 アルファビサボルが 0.5% で、外側からも内側からもメラニン生成を抑制し、シミ乾パンそばかす改善に効果を持つ美白美容液です。ここまでいろんな種類の美白成分をご配合している美白美容液はないに近いです。では塗ります。私はリップシュして顔全般的に塗ります。塗りますと爽やかなローズの香りがほのかにしてとっても癒されます。塗り感とっても滑らかで、塗ってはスッと吸収されてベタつき感はないです。この美白アンプルを塗った後、お持ちのビタミン類化粧品やレチノール商品を塗ってください。最後に塗るのがリアルバリアプンバキコラボ商品ブルーブライトニングクリームです。
レアロバリアエクストリウムクリームはフンバキ家族もご存知だと思いますが、レアロバリアエクストリウムクリームは本当に韓国国民が愛用するクリームです。クリームといえばレアロバリアと自信を持って言えます。そのレアロバリアとの美白クリームですので、美白クリームの出来がすごいです。このクリームにもエクストリウムクリームと同じくレアロバリアエメリ特許技術がそのまま適用されています。レアロバリアエメリ特許技術を簡単に言いますと、ラメラ工場をそのまま活かしたということです。これがラメラ工場で、私たち角層には細胞があって、細胞の間はラメラ工場になってます。水層と油層が繰り返し重なっています。このラメラ工場を塗るわけですから、肌バリア機能が正常化し健康な肌になります。次に美白成分もきちんと配合しています。アルブチン 3%、 ナヤシアミド 1% で、美白機能はもちろん、ブルタンジーで鎮静、肌バリア機能も正常化にしてくれるクリームの機能をきちんと果たすクリームです。ラメラ工場で美白成分を塗ると、美白成分の吸収力がぐんと上がりますので、参考にしてください。私はこのクリームをこのぐらい出して顔全般的に塗ります。クリームの色が青色をしてますが、人工色素ではなくブルタンジの色です。塗りますととっても滑らかなクリームで、ベタベタするベタつき感は一切なく、スッと吸収されては肌がしっとり滑らかになります。ここまでが美白スキンケアラインです。この美白ラインで美白ケアをすると、美白はもちろん肌鎮静と肌バリア機能まで正常化させることができます。ぜひ商品を安く購入できる9.5メガ割に美白商品を揃えてライン使いしてみてください。今日の動画はここまでです。この動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まだフンバッキインスタにも遊びに来てください。お得情報がたくさんあります。では、次の動画で会いましょう。